地図河野池神殿とは、かつて川地国で開墾された神殿の一つ。江戸時代中期に大阪の豪商、河野池家三代目、河野池前衛門宗都市によって開墾された。当初の入植者は8件ほどで、2回目に十数件が入植。2010年時点で13代目くらいの人々が住んでいる。主な入植者居住場所は河野池本町となっており、 最も古い地域となる。宝永元年に大和川付け替え工事が行われ、旧河川、水位が減少した故障に広大な敷地が生じた。そのうちの深海地という大きな池のあったあたり200丁部余りの開発権利を大和や六兵衛、昭夜、長兵両名が落札した。それを河野池前衛門が譲り受け、新田開発を行った。神殿開墾のため、 伊勢や平方など、あちこちから農民を入植させた。村高は、天保豪町、休校給料もに1706国余り。放映2年に工事が開始され、大和川付け替え工事でできた神殿の中でも、最大の開発面積となった。河野池、三島、新城あたりは、米農家が多く、台所が、土間の家がいくつか平成近くまで現存していた。 村の人たちは互いに、河野池の、三島のと、村の名前をつけて呼び合い互いに婚姻をするなど、結びつきが強かった、河野池本町は特に水路が多くおのの所有する、船が家のの木先に釣ってあり、それで米を会所まで運んでいた。その痕跡は、重要文化財の会所の内側に、船着き場が残されており、残念ながら1970年代重要文化財に、 指定される改築時、不水な壁を作られ、外からは見えず半分埋もれた形となっている。昭和時代後期以降の宅地開発によって、工作地は住宅地へと変貌していった。1889年に中郷地氷北高村が成立した際に、その大技になっている。河野池神殿会所、河野池神殿会所庭園、河野池神殿会所とは、 東大阪市河野池元町にある建築物。元は河野池神殿にある田畑や水路、道路等の維持管理を行うための事務所として建設された。会所には船着き場がある。敷地北側に堀の跡が残る。河野池神殿の管理事務所として法営4年に完成した。当時の建築物や堀がほぼそのまま現存しており、貴重な文化遺産であるため、 敷地は1976年に日本国の史跡に指定され、また本屋、屋敷蔵、文書像、米像、道具像の5棟が1980年に日本国の重要文化財に指定された。現在は東大阪市が所有、管理している。平成9年9月より郷土資料館として一般公開されている。かつての敷地の西半分には、 神殿管理人の役宅があったが、現在は、河野池号司会社が経営する村なりーコートというショッピングモールになっている。上記、河野池神殿会所に隣接する形で、河野池水路がある。もともと農業用水などに利用されていたが、農地の住居化や下水道の整備が進み、水路そのものの価値観、役割が失われてきた。そこで、東大阪市が、 河野池神殿にある下水処理場を大鳥地水未来センターとしてリニューアルし、そこで処理された下水を緑地帯や小川などを整備し、全体東西に約3キロメートルに伸びる水路を7つのゾーンに分けて、緑地帯や遊歩道、鳥や魚などが寄り添うビオトープとして整備された。河野池水路は2004年に国土交通大臣表彰の生き結き水道省で、 下水道有効利用部門賞を受賞した、河野池神殿会所、ありがとうございます。